とんかつ屋さんにランチに来ました。和光というチェーン店の新宿ミロード店です。先日の動画でもちょっと、ご紹介しましたが、この新宿のミロードのレストラン街7、8、9階にあるんですけれども、はですね、新宿南口の改札を出て小田急側の、方に行ってもすぐエレベーターで行けます。で、この世界一乗降客が多い新宿駅の周辺でありながら、本当にですね、ここは穴場と言えるところで、ランチの時間帯でも意外とそんなに並ばないで入れますし、割とね、空いてるんですよ。で、11時半頃とか行けば、まあ、このお店でしたら、もうどこでも好きなところにお座りくださいっていうぐらい、空いてます。で、この、とんかつ屋さんも私もいくつか行ったことがあるんですけれども、やっぱり和光が最高ですね。コスパ本当に最高です。コスパのみならず、味そのもの最高って言えると思いますね。このサクサク感。で、以前ですね、赤坂のアークヒルズにも入ってたんですよ。で、そこのお店は、まあ土地勘もあったんで、何回も、もう本当にお腹がいっぱいになりたければそこに行くみたいな感じで通ってたんですけれども、まあ、残念なことにちょっと撤退しちゃって、別の、とんかつ屋さんが入ったんですね。で、そこはですね、ちょっと脂っこかったですね。なんで、わざわざ、六本木一丁目のちょっと歩かなきゃいけない店まで行くぐらい、私は和光のファンなんですよ。でですね、このメニューは、最近はこの、かりんというランチメニュー、まあ。店舗によって値段ちょっと違うみたいなんですけれども、この新宿のミロード店では1100円。ちなみに新宿だけでですね、8店舗あるんですよ。西武新宿の方の、サブナード店なんかも時間を問わずいつもすごい並んでます。はい。で、このかりんですね。で、まずこのね、チーズメンチカツですよ。この、チーズが溶けてる感覚、それからもうこれはかりんしかないんで、あとこのでイカフライももうちゃんと噛み切れます。ゴムみたいに噛み切れないということはない。でヒレカツでキャベツ、それからもちろんからしもついてますし、おしんこ、味噌汁、ちっちゃいしじみの味噌汁、あとご飯で、ご飯、味噌汁、キャベツは、おかわり自由っていうのがまた嬉しいわけなんですよね。で、まあコロナ禍もあって、最近では、こうやって一個一個、キャベツを持ったものを、まあ、自分、お客さんが容器をお盆から取るみたいな形になってます。これはおかわりのキャベツです。はい、いかがでしたでしょうか。このチャンネルが役に立つねという方は、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。